その前にね、ここ来る、まあ、昨日なんですけど、何でしたっけ、この曲を投稿するあのサイトの、まあ、知り合いなんですね、皆さんね。で、まあ、そこはもう潰れてしまって、ヤマハのやってたとか潰れてしまったんですけど、今、バイミュージックトラップに大抵、まあ、あの皆さんも投稿されてるんですけど、な結構もう長いことご無沙汰になってて、でどのくらいご無沙汰かなと調べたんですよ。発表しますよ。扉さん、あら、2013年の9月17日、サンプルフォーユー、もう去年、おととし、サボってますね。笑ってるあなたたち、いいですか、扉さんが一番近いんです。2番、クラブさん、2013年8月と、リバーサイ。3番、デンレミーさん、おととし12年3月12日、タクラバブラウンさん、ブラウンさん、11年8月12日、東京、冬の、何歳ですか30代、そう、OK。 一番ひどいのがね、過去いないやつ。10年8月14日ペギカン。それが一番新しいんですよ。先だったし。ですね、皆さんもっとこう一生懸命投稿してくださいよ。あの宿題、次ここ来る時まで、ね、集まる時まで宿題に急ぎますから。1ヶ月内のね。必ず一曲は2010年、5年前ほったらかしやのに僕もほったらかしですけど、僕も一応去年出してるんですよ。そうですね、そういうわけで7月なんで、オリジナルなんですけど、もうこれも長いことやってます。この歌はね、友達からもらったんですよ。星太郎ね、今はなきゃいけない。いや、まだ行きますが、星太郎さん、ちょっとそれもこれもほったらかしてたのを、ちょっと初めて弾いてみますが、古い、何でした、打ち上げ花火という曲です。打ち上げ花火、深い夜を
抜いて空に。